岸沿いにあり、標高線から2690メートルの山々が、全長1600キロメートルにも渡って連なる山脈である。ヒマラヤ山脈よりも古く、インド全域の気候に大きな影響を与えており、多くの川の水源となっている。数々の国立公園、自然保護区域などがあり、世界で最も多様な生物が見られる八つのホットスポットの一つである。 2012年、ユネスコの世界遺産に登録された。デカン高原の声園に沿い、海岸線をわずかに残して高原地帯とアラビア海の境界をなす。グジャラート州とマハラシュトラ州の宗教に近いタプティ、川の左岸がこの山脈の北端であり、マハラシュトラ州、ゴア州、カルナータカ州、ケイララ州、タミルナード州を南下して、インド半島の最満端に達する。 その広さは12万平方キロメートルに及び、総延長は約1600キロメートルである。平均標高は約1000メートルで、ケーララ州のカルダモン丘陵にあるアナミュディ山が最高峰である。この山脈はアラビア海とベンガル湾へ流入する河川を分ける分水海である。西ガーツ山脈は熱帯にありながら、モンスーンの影響で、 高山森林の生態系を有しており、地球上における代表的なモンスーン気候帯の特徴を有している。インド半島は約1億8000万年前にはゴンドワナ大陸の一部としてアフリカと地続きであったが、約1億3000万年前から約5000万年前までは孤立した島となり、その後ユーラシア大陸に衝突して現在の形となった。 このような知識を反映して、アフリカ由来とアジア由来の生物が混在し、さらに独特の進化が見られるような進化の移行体となっている。西がツ山脈一体の種の多様性に富むとともに、大陸にもかかわらず固有種が多い。顕著な生物多様性と固有種の多さは、地球上の生態系にとってのホットスポットとして知られており、世界的に絶滅が危惧されている。 植物症、動物症、鳥類、両生類、爬虫類、魚類が少なくとも325種生息している。インド全国に9カ所ある生物圏保護区の一つである、ニルギリ生物圏保護区は、ナガルホーレ国立公園、バンディプール国立公園、ムドゥマライ国立公園、ムクルヒ国立公園、サイレント渓谷国立公園の4カ所の、 国立公園と、ワイナード野生動物自然保護区、サスヤマンガラム野生動物自然保護区の2カ所の自然保護区を含み、インド最大の生物圏保護区であり、生態系の保全が進められてる。ガーツとは、ヒンディー語で階段を意味する言葉で、デカン高原の東西両園の産地が、海岸平野から階段状に競り上がるところから、 東ガーツ及び西ガーツと呼ばれる。インドでは、紅茶の栽培より、コーヒーの方が、歴史は古く、インドで初めてコーヒーが栽培されたのは、17世紀頃の、カルナータカ州にある西ガーツ山脈にあるチクマガルルの産地である。この西ガーツ山脈周辺は、標高が1000メートル以上あることや、 モンスーンの影響で、浮き換気がはっきり分かれていることもあり、今でもコーヒー栽培がとても盛んで約70カ国に輸出されている。西が発山脈南部のニルギリ山地は、その中から、紅茶のブルーマウンテンと呼ばれる、良質のニルギリ紅茶の産地である。マラヤ山は、ゴズ船団という脈団が生える、ゴズ山として仏典、寒仏ンフ仏三枚開業などに記載されている。 2012年、ロシアのサンクトペテルブルクで開催されていた世界遺産委員会にて、インド共和国の推薦を受けて、ユネスコの世界遺産に登録。インドの世界遺産としては29番目の世界遺産。マノラマイヤーブック2006、マラヤルマノラマ。 ピアニッシモ、518、一瞬0542から5778、マラヤ山一帯から出る最も高期の強い気仙段、または赤仙段であり、マラヤ山の形が、牛の頭に似ているところからこの名がついたと、言われている山椒、マクタカシミガク仏天の植物八坂カシありがとうございます。